県内全域でということではなくて、やはり名古屋市内に、まあ、2つのクラスターがあるということではないかと思っておりますので、そのクラスターを抑え込んでいくと。一方、現在感染者が50人と県内の感染拡大が止まらない愛知県の大村知事は、厚労省のクラスター班の医師らを受け入れ、対策を強化していくとしました。また、公的医療保険の対象となる検査について、県内で1日300件の検査が可能との見方を示しました。